親愛なるアルベール、誕生日おめでとう。君がこれを読むときは、おそらく俺はもうそばにいないだろう。だから、プレゼントの代わりに聞いてほしい。アルベール、いいか、決して誰も恨むな。俺思うんだ。愛する気持ちも、憎む気持ちも、最初は人を思う気持ちから生まれたんだって。悲しいことに、思いは時として。